ですね。年齢は低いんですが、演技の内容は素晴らしい演技が続いています。国際ジュニア体操平均台は現在ドイツのリアナ・バルツァー選手が終わりまして、最後チェコスロバキアクハル・チーホワ選手が演技を行っています。種目別は個人総合の得点順に8人が出場していますが、すでに7人が終わりまして、現在8人目最後の選手のチェコスロバキアのクハル・チーホワです。これまで7人が終わって、ソビエトのコチェトコワが 9.875 でトップ、日本の小菅麻里が 9.800 で第2位につけています。さあ最後のクハル・チーコはチェコスロバキアです。14歳の選手です。まあ、チェコと言いますと、加納さん、世界選手権でも団体が14位と日本と同じぐらいのレベルでしょうか。そうですね、はい、今もう技術的に並んでいますからね、まあ、この選手は14歳という割にはもう ほとんどこう大人っぽい雰囲気を備えたもうシニアの選手のようですね。そうですね、この人も世界選手権に出てましたね。はい、チェコスロバキアのクハル・チーコワ選手です。